こんにちは、藤川です。3、4本のビデオは年内に作れるものと踏んでいましたけれども、なかなかできず申し訳ございませんでした。さて、今日はタイトルにありますように、地域での情報化についてお話をさせていただきたいと思います。そこで先日、渡里町で葬祭会館を営んでいらっしゃいます渡辺社長とお話をする機会がございました。従来の仕事を大切にしながら、そして新しいものは順次追加していきましょうというスタンスで運営をされておりました。あるご葬儀があったそうです。で、お嬢様なんですが北海道にお住まいでして、このコロナのご時世です、帰省できないという中で、親族の方が悩んでいたそうです。で、そこで社長は、だったら YouTube ライブで式の状況を配信しましょうとお約束されたということです。そして、YouTube ライブで配信しましょうということになったそうです。そして式が無事終了したということです。その結果として、ご家族の皆様がお見送りをできたというお話でした。実はこのお話には前後がございまして、渡辺さんは YouTube ライブ配信は初めてでなかったようです。皆様にも思い当たるのではないかと思いますが、ご自分が大切にした人形とか子供たちが遊んだ人形というのは、なかなかポイと捨てることはできないですよね。従いまして、社長は人形の供養をしてあげようとイベントを企画したようです。人形供養祭を企画されたようです。それでですね、結果的に300以上の人形が集まったということです。すごいですね。そんな中で、とにかく気軽に参加しやすいということで、式典の様子は YouTube ライブで配信するということをすで、にされていたようです。要するに YouTube ライブですが、一度経験を積んでいれば二度目は簡単な調整で対応できるんですよね。何気なくスタッフの皆様がですね、困ることなく、でも、ステップアップする対応をすることができたというお話をご紹介いただきました。繰り返しますが、情報化に大きく舵を切るのではなくて、今までの仕事をしっかり対応しながら、新しいものを付け加えることができれば、情報化はどんどん進むんですよというお話でした。さて、ここで、ネイルを展開されております大和田さんのお話に移りたいと思います。Google My Business を拝見させていただきました。進化していますね。ロゴマークがついてますね。それから、健康安全に関してという部分、しっかり情報が記載されております。その他に、口コミも4名の方に書いていただいてますね。それからネイルサロン
リゾートのしっかりしたですね、文書による説明をちゃんと書いております。前回とは全く違う充実した内容になっております。さすがです。で、内容をちょっと見てみますね。素晴らしいですね。最新のものはと言います。こちらクリックしますと、最新のものは、なんと、動画になっているではないですか。いいですね。はい。動画になってます。わかりやすいです。それから、じゃあ、ちょっと動画も確認しますね。一つだけなのかなと思ったんですが、いや、動画たくさんありますね。はい。すごいです。はい。すごく、充実した、Google My Business になっています。どうでしょうか?この動画、ぜひですね、いわゆる作られたネイルのメンテナンス、できるだけ長くですね、使えるような、また使えるようにするためには、どういうフォローをすればいいのか、そんな動画を作ってみてはいかがでしょうか。とにかくお客様目線で動画を追加されれば、もっともっと素晴らしいですね、コンテンツになっていくと考えます。そして、もしアドバイスをさせていただくとすれば、週に1回新しい情報を追加しましょう。また、口コミには必ず返信をしましょう。その繰り返しの中で、Google My Business は充実していくはずです。最後になりますが、私は大和田さん、横尾さん、高木さん、そして、渡辺さん、スポーツジム整骨をされている永井さん、そして山本町でイチジクやゆずを作られておる鈴木さんという方々と今回お会いすることができました。なぜそれを強調しているかと申しますと、こちらの皆様はすべて Facebook でつながっています。何かあったら呼びかける、相談することが簡単にできる状況にあるんですね。と同時に、情報化をされましたら次は情報の共有です。同じビジネスパートナーといろいろ情報を共有していく、そういう段階に入ります。その意味で今お話しさせていただいた方々は皆さんの有力なですね、ビジネスパートナーとなることができる人たちなんですね。基本は Google My Business だということをお伝えしまして、ビデオを終えたいと思います。いよいよ明日は大晦日です。良いお年をお迎えください。